混沌が全てを支配した時代、全ての古代氏族の血は混ざり合い、その形質が魔人へと受け継がれている。掃除の姉妹神、破壊の神ニケ、そして創造の神イシュタロス、彼らの形質は新たな魔人族の覚醒を誘う。魔人として覚醒せし魂は死をもってのみ解放される。死をもってのみ。